こんにちは、ちゃんまです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、我が家の春の購入品ということで、家庭用品とあと家電の方をちょっとね購入いたしましたので、ちょっとっていうかちょっと大物なんですけれども購入したので、そちらを皆さんにご覧いただけたらなと思います。よろしかったら最後までお付き合いください。それでは始めていきたいと思います。はい、こちらですね。はい、こちら栗原まるみさんのお店で購入してきました。仙台ではですね、老舗百貨店の藤崎さんの方にショップがあります。はい、先日ですね、その母に頼まれて友の会が満期になったので、プリペイドカードに変えてきてほしいっていうことを言われたので、久々に藤崎の方に行ってきたんですね。それでちょうど同じ建物にあるので帰り寄ったんですね。はい、でちょっとそうですね、久しぶり、去年の秋冬ぐらいに1回行ってると思うんですけども、久しぶりに覗いたら新商品があったりとか、あと以前からちょっとね、次行ったら買おうかなみたいなものもあったので、そちらをちょっとゲットしてきました。はい、よかったら見てみてください。まずですね、いきなりこちらですね。はい、エプロンを買ってきました。こちらのエプロンもですね、6年ぐらい前に藤崎の方で購入してきたんですけど、こちらも栗原はるみさんのデザインのものなんですね。はい、これがもうすごく使いやすくて、もうこれもうずっと使ってるんですけど、もうシワにも、洗ってシワにもならないし、とにかくもう楽でね、つけてるのは。はい、洗濯してシワにもならないし楽なんですよね、すごく。はい、はい、こういうエプロンになります。ちょっとつけてみたいと思います。はい、こんな感じです。見えますか。はい、後ろはこんな感じになってます。で、上がこのグレーで下がこのネイビーになってます。はい、でここでちょっと色が切り替えになってて、この紐を通す、ここをちょっと通すようになるんですけど、まあ通さなくても急いでる時なんかはできると思います。で通した方がデザイン的に可愛いかなみたいな感じですね。それでですね、この紐あるじゃないですか、ここの、これってたまに栗原はるみさんのエプロンでこういうデザインもあるんですけど、ね、このタオルも栗原はるみさんのです。はい、ここを通すんですね。はい、こうやって、でなんかちょっとした時に手を拭いたりですとか、こうやったりできるような感じの紐がついてます。はい、はい、でポケット、深いポケットがで、ここも気に入った点で、このサイドにスリットが結構深めの入ってるんですね。なのですごく足さばきが楽で、はい、これも気に入った点ですね。ちょっとお店でつけてみた時に、あ、いいなと思って、ここのこういうところまでね、ちゃんとね考えて作られてるのがね、さすがだなと思います。はい、で色違いで、この上がベージュで、下がこの下の切り替えの下の部分がグリーンの、その2色展開で置いてありましたね。はい、こちらは新作のエプロンでした。はい、はい、それではじゃあこのエプロンをつけたままちょっと進めていきたいと思います。はい、続きましてこちらですね、スープカップ購入してきました。こちらは新作のスープカップです。もうね、なんか春らしい色にどうしても目がいってしまって、はい、いつもですとね白とか選ぶんですけども、はい、
黄色とブルー、はい、こちらを購入してきました。はい、こちらは4色展開でして、白、中も白、外も白のものと、あと外がピンク、あのベビーピンクみたいな感じですね。ピンクと中が白の4色展開でした。はい、私はまずこちら1つ黄色を選びまして、でもう1つ何色にしようかなって悩んだんですけども、まあ娘、息子みたいな感じのイメージですね。はい、でこっち向けるとこの中にですね、こういった栗原先生の、よく使われるこのカトラリーのマークですね、こちらが両方入ってます。このタオルもそうなんですけども、でこれはですね、あのもちろんスープとか、あのシチューとか、そうですね、あの、まあ、カレーでも何でもいいんですけども、あとはね、あのこの中に唐揚げ入れてちょっとピックさせて、あのパーティーなんかに出せるような感じの写真が、あの飾ってありました。私だったら、あのオートミールとか、あとグラノーラとか、そういったものを食べるときもいいですし、あともカフェオレボールぐらいの、ね、大きさがあるので、カフェオレとかココア入れるときもこの大きさ使えるんじゃないかなと思って、迷わずこちらを購入してきました。グラスも購入してきました。小さいグラスです。はい、なんか形はちょっとしたあのワインとかも飲めそうな、こういった素朴な感じのグラスを購入してきました。こんな感じのグラスです。はい、こんな大きさですね。はい、こちらはですね、どういうふうに使いたかったっていう、こちらはですね、どういうふうに使いたかったかっていうと、ヨーグルトをこう入れて、はい、そうですね。こちらもね、あの栗原はるみさんのお皿なんですけども、はい、例えばこういうふうに、お皿の上に乗っけちゃって、あとは、ちょっとお野菜とパンとかワンプレートで、出しても可愛いかなと思って、はい、あとは例えばこの間私が作ったような寒天ですとか、飲むヨーグルト、それこそこう、そうですね、もういろいろありますね。あとフルーツ、フルーツを入れて、はい、こう出しても可愛いかなと思います。はい、もちろん別々にこうやって使ってもいいし、はい、あとだからちょっとなんかね、飲みたい時、ちょっとお水飲みたい時とかで、私こういうちょっとね、なんかあのこういうなんて素朴な、ガラスあるじゃないですか、こうなんてこれがそうか分かんないけども、あの琉球ガラスみたいな、こうちょっと、ガラスをこうリサイクルしたような風合いのものってあるじゃないですか。それ素朴なこういうね、ガラスって好きなんですよね。はい、なんでこれも、はい、使えるかなと思って、あと私だったらもうちょっとこう、もうワインなんかでもいいですね、これ。はい、はい、何だと思いますか。こちらね、ずっと前からね欲しかったです。でもなんかね、購入に至らず今になってしまいましたね。はい、こちらビニールに入ってますね。あのこちらはサーブスプーンですね。あのサラダとか、例えばグラタンとか、あの取り分けるような時に使いますね。はい、すいません。ね、あとはこのフォークとスプーンですね。はい、で私あのこういうの持ってなくって、例えばあのお客様とかいらした時にサラダですね、はい、例えばこういったサラダボウルにお野菜こう分けた時に、こうやってお野菜を取り分けたりですとか、
こちらも紅原晴美さんの、商品なんですけれども、例えばこれ私よくグラタンとか作るんですね。これで耐熱でオーブンにも入れられるので、はい、このまんまグラタンを、はい、ロゴ入ってますね。栗原さんのこの鍋のマークが、はい、アイコンですね。グラタンだからそうですね。これでもいいし、例えばこれをこうやって置いとくと、はい、取るときに便利だなと思って、前から欲しかったんですね。はい、なので今回はこちらの、はい、2点を購入してきました。でこの取っ手のところのブドウ柄、こちらのシリーズがあるんですね。栗原晴美さんのこの感じ、はい、例えばこの柄がついたティーポットですとか、あとカップとか、はい、そういった商品もあります。はい、可愛いですよね、この大きさもね。この、はい、使うのが楽しみです。はい、こちらはですね、私前回行った時にちょっと見つけられなくてっていうか気づかなかったので、お店の方にいつからあったんですかって聞いたら、去年の秋ぐらいから出た商品らしいんですね。はい、で何かって申しますと、こちらの商品なんですけども、こちらも栗原晴美さんの商品で鉄なんですね。でスキレットですよね、要はね。このままオーブンに入れられたりですとか、あと、直火にもかけられるので、こちらは IH 対応のものなんですけども、はい、で例えば、パンケーキをこれで焼いたりですとか、そのままハンバーグを焼いて、そのまんまこうやって鍋敷に敷いて、その卓上に出したりですとかできるんですね。もう本当スキレットと同じ使い方で使ってるんですけど、それの網なんですね。これが去年ぐらいに販売されて、こうやって乗っけて、ここにチキンとかを乗っけて、例えばオーブンですとか、あとグリルに入れると余分な油が落ちてくれて、カリッと焼けたりとか美味しく仕上がるよっていうことらしいんですけども、はい、私は基本チキンとかはこの魚焼き機器グリルでやってるからなんですけど、例えばこういうのがなくて、私がいつも焼いてるチキンとかあるじゃないですか。ああいう風に焼くときはこれをここを開けて、そしてこれをこう入れちゃう、入れてチキンとかハンバーグとかお肉とかね、お魚も焼けると思います。はい、でこうやってこのまんま出してもいいですし、はい、便利だなと思って今回これを購入してきました。でここの色は確か赤と、これも以前に買ってるんで、ただ今でもある商品なんですけども、青があると思います。はいはい、あとはこちらです。はい、クロスを購入してきました。オーバーのクロスです。ここにはこういうマークが入ってます。いちいちこういう刺繍が可愛いですよね。いつも動画を見てくださる方はご存知かと思うんですけども、このグリルめっちゃ汚いんですね。でこれがもう嫌なので隠してるんですけど、その布をですねこれにできないかなと思って、大判を一番大きいのくださいっていうことでこちらにしてきました。あ、大丈夫そうですね。あ、ちょうどよかったです。はい、ちょうどよかったです。大きさね、安心しました。こんな感じです。はい、よかったです。こんな感じです。はい、以上ですね。こちらが栗原晴美さんの今回は購入品になります。気に入ってるのがこちらですね。こちらもそうです。洋梨のお醤油とか
らも気に入ってます。はい、こんなのが2つ持ってます。あとはですね、キッチングッズで言ったら、こちらのピーラーと、この小さいスパチュラ、あとはトング、あとこの泡立て器、片口のボールになります。こちらも今回行ってきたらちょっとデザインが変わって売ってました。はい、あとこちらはこちらはミルクパン、このミルクパンが一番私初めて栗原はるみさんのものを手にしたもので、たまたまですね、私犬の散歩で知り合った人がいまして、友達になって、でたまたま同じ時に長女、向こうも女の子で、お互いに初初産だったんですね。でまあちょっと引っ越したりなんかしたりして、もういろいろとこう離れてたんですけども、まあ縁があってこうずっと仲良くしたんですよね、年賀状とかで。向こうのお子さんが生まれた時の内祝いでこのミルクパンをいただいたんです。はい、それで偶然ですね、下の子供も同じ年で、向こうも男の子でうちも男の子で、で縁があって、まあお互いにっていうか犬友なんで、根元が向こうのワンちゃんとうちのチャビーが同じ年だったんだけども、もうずっと転勤族で仙台離れて歩いてて、で何年か前に仙台に帰ってきて、まあ、お家を建ててこっちに住むっていう感じだったんですけども、もうやっぱりお互い年だから、チャビー連れて会いに行って、そうですね、でそっちの向こうもうちももうなんかおむつみたいな状態で合わせて、でもちろんもう覚えてなくてね、向こうもなんかもうちょっと認知も入ったのか、なんかこうわーキャンキャンってなっちゃって覚えてなくて、それでもなんか連れてって合わせて、で私も最後に会って、その半年後に、そうですね、向こうの豆柴だったんですけど、柴犬がなくなっちゃって、でそのあと1年半ぐらいしてうちのチャビが亡くなったんですけど、はい、まあ、話は全然飛んだんですけど、そんな感じで、ね、すごく縁のある人で、たまたまそのね散歩で知り合って、私が声かけて、で近所だったから、もううちにお茶飲みに来ないって言って、でいつも犬連れで遊んでて、でお互いになかなか子供がねできなくてね、一人目が、そういう話とかもこうしながら仲良くしてたんですけど、なんか何年か前に会った時に、これ覚えてるって言ったんですよね、お鍋で、栗原はるみさんのなんだけど今でも使ってるんだよって言ったら、くれたことを忘れてましたねって、そうだよって、うち祝いにいただいたんだよって言って、でこれ磨いて磨いて全然もうずっと使ってるんで、多分これ一生ものなんだと思うんですよね。もう毎日はほぼ使ってますもんね、味噌汁だったりゆで卵だったりジャムだったり。はい、そしたらね、この間Amazon プライムで栗原はるみさんの料理番組や NHK でやったやつが Amazon プライムで見れるんですけど、それでね使ってたんですよね、嬉しくて、はい、はい、嬉しかったです。同じもの使ってるって当たり前なんだけど、結構前のだからもうどうなのかなと思って、今でも売ってるのでも店頭ではまあ見ないんですよね、同じようなのは。はい、こんな感じで私の、そうですね、あとは本当に今朝ねちょっとね豚の唐揚げあげてもう乗っかってるんですけど、はい、これですね、いつも私の動画見てくださってる方はもうおなじみのこのお皿、はい、なんだ、揚げ物した時のトレーをあるじゃないですか、もうそのままここに揚げ物揚げてそのまま卓上に出せるので、
洗い物も少なく済みますし、あの見た目も素敵になるので、はい。でこの網を外せば、ただこれはこれで別に使えますので、はい、うちこれ2台目です。はい、あまりにも使いすぎて、あのなんか疲労骨折みたいに一回パキッと割れちゃって、はい、でもないのがもうちょっと無理なので、すぐにまた買いました。はい、白で四角って結構使いやすくて、はい、ここにねチキンなんかこう2枚並べられるぐらいの大きさありますし、これはねうちの姉なんかもあの結婚祝いで必ずこの栗原はるみさんのこのリムトレって言うんですけど、こちらをあのあげるそうです。はい、そんな感じでした。はい、ありがとうございます。はい、ね、今回ですね、なんで栗原はるみさんのものをねご紹介したかって言いますと、まあ買ってきたっていうのはまあ第一にあるんですが、じゃん、こちらですね。はい、こちらですね、栗原はるみさんの雑誌が発売になったんです。3月4日に発売されました。で昨日その記念して、編集部の方とかと一緒にあのインスタライブをされてて、それもちょっとねあの見に行ったんですけども、はい、またすごいとっても素敵で、はい、相変わらず素敵で、はい、なんかねご主人をね去年亡くされてて、ですごくこう塞ぎがちだった時にすごく救われたのが、そのインスタの見てくださる方々のコメントだったり、そんなのですごく本当にそれが一番大きく救われたことだったんですよって、あのこれを普段はコメント返しできないけども心からその感謝してますっていうことを伝えてらっしゃったんですよね。でなんかすごいこうもう私もジーンと来てしまって、あのなんか毎日こうインスタ更新されるんですけど、朝にね、基本リビングとキッチンだけなんですけど、あとお庭と、お庭のお花ですとか、あとは毎日その毎回撮影の時にスタッフに振る舞うスイーツを作るんですよね。でそのスイーツの写真ですとか、なんかもうその継続してね、毎日投稿して継続して、そのスタッフさんにそういうふうに自分が作ったものをこう振る舞うっていう、そのがあったかい部分っていうか、それに毎回いつも結構感動したんですけど、はい、なんかそのね思いが私はすごく分かって、やっぱりあのそうですね、その感謝、自分のインスタを見ていつもコメントをくださる方々への感謝とか、すごいそういうのってすごい分かるなと思って、私もやっぱりね皆さんからコメントをいただいてすごく感謝してるし、もうありがたいと思うし、でもそれをこうありがとうございましたって言っても、そう、もうどこまでも伝えきれないっていうか、感謝ってあったりするんですけど、私はそのコメントは書かないんですけども、まあ、見させてもらってるから、あ、なんか自分に俺言われてるみたいな気になって、なんかジーンと来てしまって、なんかね75歳の誕生日っていうことでなんかお祝いもされたんですけど、75歳って言ったら本当にうちの母親の一つ下ぐらいなんですよね。本当にこんなに現役でバリバリはつらつ働いて、ほぼすっぴん、体型も全然変わらないシンプルな感じの装いでも全然様になってて、ってもう本当に憧れしかなくて、すごい素敵だし、笑顔も、とにかくもうね、そう、憧れの女性ですね。はい、そんなことで今回は、はい、別に本当に私スタッフでもなんでもないんですけど、はい、なんかね栗原はるみさんのねお店に働きたいです。私本当に叶うならで、こういうなんかこの本はいろいろ書いてあるんですけど、中身はですねこんな感じの写真とか
らですね、除湿機がねちょっと今壊れちゃったので新しいのを購入しました。はい、こちらはアイリス大山さんのサーキュレーター衣類乾燥除湿機、はい、こちらにしました。はい、今回楽天の方で購入いたしました。はい、なんとすごく早くて、ですね、縦に長い感じ、細長い感じですね。でここが黒とこのホワイトグレーが2色ありました。あ、こういう風になるんですね。ここがサーキュレーターになってるみたいですね。はい、とにかく除湿機はないとね、梅雨時期ですとか、あと花粉もこれからひどくなるので、うちの主人も花粉症なので外にはもう洗濯干せないんですよね。はい、つけました。もう一回つけますね。つけます。首振ります。おー、すごい。首振りも調節できるみたいです。でサーキュレーター今強になってますけど、ここも中弱、あ、全然違いますけど、この調節嬉しいですよね。はい、でもちろんこの除湿も強中、あ、一回止めますね、これ首振り。タイマーもついてます。はい、このサーキュレーター付きって嬉しいですよね。私別に扇風機とかサーキュレーターでこう回して循環させたりとかもしてたので、はい、これは嬉しいですね。でここに、あら、タンク、ここなんですね。この背面のタンク、どっかの、あ、ここか。ここがタンクなんですね。へえ。あ、ピピ出して。はい。こんな感じですね。はい、どうも今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。はい。結構私の視聴者様で、コメントくださる方の中に栗原はるみさん大好きなんですっていうファンの方が結構いらっしゃるので、ちょっと喜んでいただけたらいいなと思いまして、今日は動画を作りました。はい、それではまたね、何か購入品ありましたらご紹介させていただきたいと思います。今日も最後までありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ちなみに冷凍庫を設置したところはまた後日改めて動画の動画にしたいと思います。お楽しみに。さよなら。ここね、60センチしかないの。何センチ？大丈夫だよ、50何センチしかないから。コンセントここだよ、線出さないとダメだって。線出す？どこ？あ、これ？気をつけてね、ドア。ドアぶつかんないでよ。うん。その棚が邪魔になる。
全部開けないとね。いい感じ？これどう開くの？右開きって書いてあったの。あ、そっちなんだ。あ、ちょうどいいかな、その方が開けやすい。ドアに噛む？大丈夫？これなら大丈夫じゃん。このぐらいだった。それかさ、パパさ、こっちとどっちがいいと思う？ここにもはめちゃうか、この下に。ここにはめたらこの棚全部取んなきゃ。この棚取ったとしてこっちの方が使いやすいかな。いや、奥に入れたら多分手前にもう物置けないよね。いや、置けないでしょ。ここに置けないよね。置けないよね。ここは常に整理しておかないと。そしたらここの方がここには置けるってことだよね。はい、いってらっしゃい。あ、もうここ冷蔵庫、冷凍庫部屋になっちゃったね。嬉しい。